こんにちは、キャロルです。今日は歯科治療中に顎がガクガクしてしまったり下唇が震えるのを止める方法について解説します。先日コメントで歯科治療の時に下唇がプルプル震えてしまうという相談をいただきました。クリニックに来院される患者さんの中にも顎がガクガクしたり下唇が震えてしまう患者さんはいらっしゃるんですけれども、それがストレスになってしまって歯医者さんに通うのが嫌になってしまっている人も多いです。そこで今回は歯医者さんで顎がガクガクしたり下唇が震えるのを止める方法について解説します。この動画をご覧いただくと歯科治療中に顎がガクガクしたり下唇が震えるのを止める方法がわかります。また顎や唇が震えてしまう原因についてもわかるようになりますので、ぜひ最後までご覧になっていってください。私のチャンネルでは歯医者さんではちょっと聞きづらい内容や歯医者さんが苦手な方、歯科恐怖症の方のためになる情報を配信しています。不規則な投稿になりますので、お見逃しのないように今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。まず最初に、歯医者さんは患者さんの顎がガクガクしたり下唇が震えてもあなたが思っているほど気にはしていないというお話をします。歯医者さんはこのような患者さんを時々見ることがあるので慣れています。この場合は開口器という顎を開いたまま固定する器具をお口の中に入れて固定してしまうので、それほど治療に差し支えはありません。お口を開け続けているのが疲れてしまったり辛い人には開口器がおすすめです。以前私のところにお口を開けていると顎がガクガクしてしまうという女性の患者さんが見えました。その方に開口器を使用したところ、こんないい器具があるんですねと言われて、それ以来毎回開口器を使ってくださいと言われるようになりました。歯科医にとっては顎がガクガクしたり下唇が震える方よりも舌や唇、それから頬にすごく力が入ってしまう人の方が治療としてはやりづらいです。なぜなら力が入ってしまうとデンタルミラーと呼ばれるちっちゃい鏡ですね、あれで舌を避けようとしてもものすごい力が入ってしまって避けるのが大変になってしまうからです。また唇や頬に力が入ってしまうと大きくお口を開いていただくことができなくなってしまいます。では歯科治療の時に顎がガクガクしたり下唇が震えてしまうのはなぜでしょう。ほとんどの場合は緊張から来ています。歯医者さんが治療をしやすいようにお口を大きく開けなきゃと思うことで起こる反射です。一度顎がガクガクしたり下唇が震えてしまうと次もそうなってしまうのではないかという恐怖心から症状が悪化してしまいます。では具体的に顎がガクガクしたり下唇が震えるのを止める方法を今日は5つ紹介していきます。まず1つ目は、歯医者さんに迷惑がかかるのではという考えを捨てることです。歯医者さんは慣れていますしプロなのでそのように心配する必要はありません。2つ目は、完璧を求めないことです。顎がガクガクしたり下唇が震えてしまう患者さんには真面目な方が多いような気がします。完璧で良い患者さんであろうと意識することがこのような症状を引き起こすことがあります。3つ目は、治療中に何か歯科と全く関係のないことを考えることです。お口の中に意識が集中しすぎてしまうと症状を悪化させます。今日はランチに何を食べようかとか、あなたの好きな趣味のことなど何でもいいので、何か歯科治療とは関係のないことを想像するようにしてみてください。4つ目は、マッサージをすることです。顎がガクガクしたり下唇が震えてしまう方は筋肉が緊張していることが多いです。ですのでお口周りとか顎周りの筋肉をほぐして柔らかくすることで少し症状が改善されるはずです。これらのことを試しても全く症状が改善されないという方は笑気麻酔もおすすめです。笑気麻酔はちっちゃいガスマスクのようなもので鼻にこうつけながら治療するものなんですけれども、吸い込むことによってリラックスした気分になります。保険治療の適用範囲になりますが、すべての歯科医院で取り扱っているわけではないので各医院にお問い合わせをしてみてください。最後におまけですが、顎がガクガクしたり下唇が震えることは恥ずかしいことではないというお話もしておきます。最初の方でお話ししました通り、下唇が震えてしまったり顎がガクガクしてしまう患者さんは時々見えるので歯医者さんは慣れています。歯科医院という非日常的な空間にいる状態で緊張するのは当たり前のことです。
歯医者さんや歯科のスタッフの方からどのように見られているか、どう思われているかなどと気にする必要は全くありません。繰り返しになりますが、彼らは慣れているのでどうも思っていません。ただし、緊張していることや唇が震えてしまうかもしれないということは事前に伝えておくといいでしょう。配慮して治療してくれるはずです。今日は歯医者さんの治療で顎がガクガクしたり下唇が震えてしまう原因と止める方法を5つ紹介しました。具体的な方法として、歯医者さんに迷惑がかかるのではという考えを捨てること、完璧を求めないこと、治療中は何か他のことを考えること、顎や口周りの筋肉のマッサージをすること、小気麻酔の5つを紹介しました。今、歯科治療中に顎がガクガクしたり下唇が震えることで悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。チャンネルでは動画に関する質問や今後取り上げてほしい内容を募集しています。あなたの悩みや体験談もお気軽にコメントに残していってください。いつも高評価やコメントありがとうございます。そしてチャンネル登録もしていっていただけるととっても嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。 See you soon!